こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。大変お久しぶりかと思いますけども、フォルクスワーゲン蓮田の営業、今ではですね最高産になってしまいました。勤続20年超えておりますけども、大平と申します。今回はですね、私どもの、非常に充実しているですね試乗車のラインナップの一つ、T-ROC のですね、ガソリンモデル、こちら、ご紹介したいと思います。こちらの車でございますが、T-ROC、TSI ガソリンモデルなんですね。グレードはスタイルというグレードになっています。スタイルというのはですね、イメージからするとラグジュアリー装備がついておりまして、非常に快適装備ですね、高級装備がいっぱい満載した車になっております。ぜひこちらの方をご覧いただければと思います。今回のT-ROCなんですけどね、昨年のマイナーチェンジ後ですね、今度はこういったところにもですねライトがつくようになりまして、非常にちょっとおしゃれでセンシティブな感じになっております。あとこちらがちょっと D ライトになっておりますね。すごくやっぱり高級感がありますし、ちょっと今風でかっこいいんではないかなと思います。あとこちらの試乗車にはですね、オプションの最近流行りの迷彩柄ですね、カモフラージュ柄なんですけども、こちらの方をちょっとお付けしております。お車のお色に合わせてですね、すごくこうコーディネートがかっこいいですよね。非常にこの印象的なペトロニアムブルーメタリックといいまして、なんとなくこう緑色のように見えるんですけども、ブルーメタリックを一種の感覚です。これも非常に個性的でございましてですね、なかなか他社さんにはない部分でございます。非常にこれ人気のあるようですので、ぜひ皆さんご覧になっていただけるとですね、この車の良さがいろいろご理解いただけるんじゃないかなと思います。ちなみにですね、こちらエンジン 1500cc なんですけども、ガソリンエンジンでございます。こちらターボを使っているエンジンになっているんですけども、比較的T-ROCといいますとディーゼルがメインと呼ばれがちなんですけども、こちらのガソリンエンジンはですね、非常に吹き上がりが軽くてですね、なおかつディーゼルに比べるとエンジンが静かです。正直申し上げまして、街中を走るんであればディーゼルよりこっちの方がですね、非常に快適ではないかなと思うぐらいディーゼルより軽快に走れますので、ぜひこの体感をですね、試乗していただければと思います。本当に騙されてると思うんですね、ディーゼルばっかりではなく、ガソリンエンジンもぜひ見直していただければと思いますので、私どものね、週末、試乗の方どんどんお待ちしておりますので、ぜひとも今週末ですね、お気軽にこちらのガソリンのモデルですね、のT-ROC、ぜひご試乗しに来ていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。